昨日アスールをやったそうだ。この先にあるのは天にも昇る快感か、それとも天国そのものか、どっちだろうな。ナノマシンの開発に成功。脊髄に直接注入することで、うん、説明してくれよ。ブレインダンス女は何か隠してる。ここまでにタイガークローズを2人見た。この建物はきっと奴らの島だ。あれから2週間が経ちました。アトランティックシティの埋め立て、アラサカとタイガークローズは繋がってる。どういうことだ。コーポはみんな汚い手を使うが、ストリートはそれ以上に薄汚れた世界だ。だからそこでのいざこざはギャングに任せとくんだよ。スーツが汚れちまうからな。知らないのか。そうじゃなくて、アラサカから身を隠したいならもっと足の場所がいくらでもあるはずだ。どうも誘い込まれてるような感じがする。気に入らねえな。ご機嫌斜めだな。脳みそ死にかけ野郎と置き屋で人探しなんてめったにあることじゃないだろう。そりゃ機嫌も悪くなるぜ。そんな彼女のデビュー作となったサムライに、ジュディが嘘をついてると。いわゆる直感ってやつだよ。わかるだろう。なんだ、要は口から出まかせってことか。20世紀のアイルランドを舞台とした物語となっており、大政崩壊後の文学作品における至高の一作と目されています。じゃあだな。以上、どっちをイグに突っ込んで楽しいんだな。それは待ちか、裏切りになるのか。そうは言わないが。ならドールハウスのケツだって同じことじゃないか。ケツは肉だ、ラテックスじゃない。どう考えても話が違うだろう。その通り、肉だよ。そこに感情があるわけじゃない。意識もない、空っぽだろ。ラテックスと何が違う。格の高いマスターベーションってだけなんだよ。そうか、確かにその通りかもしれん。ようこそ。あなたの心の奥の望みを叶えます。ではターミナルにジャックインを。どういうシステムなんだ。アルゴリズムがドールの運動機能を制御し、お客様のプロフィールデータをもとにリアルタイムでサービスを提供します。行動チップが記憶を制御し、ドールはセッション中の出来事を覚えていません。あった痕跡が一切残らないってことか。お答えすることはできますが、あまり種明かしをしてしまっては興ざめでしょう。ブースの中ではお客様は自由なのですから。まるで危険はないがリスクはあるって言ってるみたいだな。そういう言い方もできますが、想像を超えた体験が待っていることだけは確かですよ。なるほど、面白そうじゃないか。俺の望んでるものがわかるっていうのか。クラウドはお客様の奥に眠る願望を必ず探り当てます。求めているもの、あるいはそれ以上のものを得ていただくのが当店のモットーですので。従業員のエブリン・パーカーを探してる。少しお待ちを。エブリンはご指名になれません。大事な用がある、彼女に会わせろ。当店のシステムがお客様にスリルを提供する最適なドールをお選びしますよ。
ドールの髪と目の色はお好みに合わせてリアルタイムに変更可能です。ただ彼女と話がしたいだけだ。どうぞご安心ください。ドールはどのような話題にも必ず対応します。さあジャックインを。失礼、あまりにも退屈だったんでな。もういいだろう、メニューもウェイトレスもすっ飛ばしてシェフに直接オーダーしに行こうぜ。どういうことだ。目立たないよう普通の客として入るんだ。向こうが手の内を明かさないならやり方を変えるんだよ。さあジャックインを。よし、やろうか。ライブセッションのため予想外の展開となることもありますが、原則中断なさらないでください。素晴らしい体験を逃してしまうかもしれません。ですが、もしどうしても中断されたい場合はセーフワードをおっしゃってください。ワードは何になさいますか。サムライ。よし、保存だ。それでは少々お待ちください。お客様のプロフィールをスキャン中です。すぐに最適なドールが表示されます。マッチは2件。なるほど。それって普通なのか。お客様はなかなか珍しいユニークなご趣味のようで。ですがご安心ください、当店なら大丈夫です。ではエンジェルとスカイ、どちらになされますか。スカイにする。とても素晴らしい選択です。ではお支払いを。それで雲の上に行く準備は完了です。これで。支払いを確認しました。それでは心ゆくまでごゆっくりおくつろぎください。スカイは9番ブースにいます。では切断を。行っていいか。クラウドでは武器の持ち込みは固くお断りしております。危険物はすべてこちらでお預けください。よく知ってるやつだけど。それじゃあ B。 想像してたのとは少し違うな。あなたは死にかけてる。なぜ俺が死にかけてると。心の奥底であなたは恐れ立ちすくんでいる。だったらなんだ、あんたには関係ないだろう。あなたの頭の中にある一番大きな声は助けを求めてる。あなたがここに来たのはあなたの意志。鏡の中に何かがずっと奥の方に。それは投影、あなたの心の風景。へえ
セクサドールがセラピーをしてくれるのか。私はあなたの精神分析をしているわけじゃない。奥にある隠された願望を満たそうとしているの。ここで働いてたエブリン・パーカーという女を探してる。居場所を知らないか。あなたは答えを必要としてる。でもそれは本当に求めている答えじゃない。意味がわからない。エブリン・パーカーはあなたが探し求める一番重要なものではないはずよ。あなたは何か他のことを恐れている。回りくどい問答を続ける気はない。心を開かないと助けることもできないわ。次は何だ。瞑想でもやるのか。さあね、当ててみて。いいから質問に答えろ。エブリンはどこだ。あんたと問答してる暇はない。もうここで働いてないと聞いたが、どういうことだ。最後に来たのはいつだ。エブリンにだって彼女自身の物語があったの。きっと見つかるわ。あなたはいつも困難を乗り越えてきた。知ったふうなこと。じゃあ何を恐れてるのか教えてくれ。それはあなたが語らないこと。誰にでも秘密はあるし、俺だって何でも話すわけじゃない。口に出すのよ。私ではなく自分自身のために。俺は一度死んだ挙句、今また死にかけてて、助かる方法もわからない。これで満足か。あなたが怯えているのは夢を手放したからよ。ナイトシティの頂点に立つんじゃなかったの？少し前までは本気でそう思ってた。なのに突然お先真っ暗になって、まるで夢の世界にいたみたいだ。俺はただ俺が存在した事実を知らしめたいだけだ。あなたは悪夢の中に生きてる。初めから存在しなかったかのように消え去ることを恐れてるの？それとも全く別の誰かになってしまうことへの恐怖？俺が失った人たちは今も心の中で生き続けてる。俺もそうやって記憶になるんだ。それか頭の中でわめくだけの鬱陶しい声にな。あなたは死を破滅や終わりでなく変化と捉えている。それがあなたを救うかもしれない。他の誰かになって自分を忘れてしまうことが怖い。あなたは毎日1秒ごとに別の誰かへと変化しているのよ。でも今はまだ変わりゆく自分とのつながりを感じることができてる。あなたが本当に恐れているのは全く知らない誰かになってしまうことね。話は終わりか。これからあなたがすべきことを伝えるわ。聞こうじゃないか。あなたは決して引き下がることなく生きてきた。そうすべき時でさえ、ここナイトシティはいつ何時でも流れ弾で命を落としかねない危険な街よ。でもあなたは臆することなく行動し、行くべき場所にたどり着いてきた。それはこれからも変わらない。周りの変化に追いつける気がしないんだ。ちゃんと追いついているわ。あなたは波紋を広げたのよ。世界中のあらゆるものが別の何かに変わりつつある。あなたと同じように、決して振り返らないで。殺す必要があるなら殺し、焼き尽くす必要があるならそうするのよ。そのありがとう。もう少しここにいたい気分だ。
みんなそう。でも終わりは必ず訪れる。侍。どうなってんの？なんで途中で止めたのよ。あんたに話がある。話？嘘でしょ。そのためにわざわざセーフワードを使ったってわけ？私、何か気に障るようなことした？このところいろんなことで頭がいっぱいだったんだ。だが、今の話でなんかすっきりした。それがクラウドなのよ。どうして客が通うのか分かった気がする。でも実は別の要件があるんだ。エブリン・パーカーのこと何か知ってるか？特に何も。みんな自分のブースがあって、それぞれ自分の世界で生きてんだから、繊細なバランスで成り立ってるのよ。土足で踏み込んで引っかき回すような真似はよして。頼む、助けがいるんだ。彼女に危害を加えるつもりはない。ただ話をして無事を確かめたいだけだ。分かってると思うけど、ドールに安定した仕事なんてないの。次の日には来なくて、そのまま消えることだってある。店で最近変わったことはなかったか？もう、客に怪我させられたとか聞いたけど、知ってるのはそれだけ。ここじゃそういうことは年がら年中数えきれないほど起きてるの。トムに聞きなよ。エブリンといつも一緒にいて延々と噂話をしてたから。客に襲われたのか？さあ、多分ね。大騒ぎだったんだから。でも警備が来て対処した後は何もかも元通り。ここじゃ誰も詮索して回ったりしないの。見ざる聞かざる言わざるが暗黙の了解なのよ。それはどこで起きた？彼女のブース、客と一緒だったんだって。ならさっさと番号を教えてくれるか？11番。今ブースはどうなってるんだ？確かあれ以来閉鎖中になってる。どうにかしてそのブースに入りたい。入って何すんのよ。関係ないだろ。で、開けられるのか？ええ、でも面倒はもうごめんだから、あとはトムと話して。トムってのは誰だ？私たちと同じドールだよ。違法 BD のスターか何かだと思った。どこに行けば会える？確か VIP エリアの2番ブースだったと思う。どうも、きっと力になってくれると信じてたよ。デジタルの存在だよ。つまり頼めばどんなことでもやってくれるってことか？頼むって考えが間違ってる。プログラムすりゃいいんだ。決め連中で満載の場所だ。少しくらい驚かせてやったらどうだ。明暗だろ？とりあえず叩いても文句言わないようにしてほしいな。何が悪い？どうせハッキングする技術なんてありゃしないんだから、黙って見てろ。入れないってどういうことだ？毎週通ってやってんだぞ。VIP エリアに入る権限がございません。いや、あるね。いい。
根性見せろ。食いしばれ。貴様は終わりだ。何が望みだ。やめろ、殺さないでくれ。俺は何もしてない。落ち着け、危害は加えない。少し話がしたいだけだ。エブリンと仲がいいと聞いたが、本当か？ああ、昔からな。よく一緒にいる。エブリンはどこだ？何かされて怒ってるとか？なるほど、つまり客に襲われたわけじゃなかったのか。女に何かが起きたんだ。どう思う、サイバーサイコシスか？遠隔ハックされたのかも。ネットランナーの仕業か。妙だな。これがリアルだったらな。しゃぶりつきたい太ももだぜ。何言ってんだ。この子は完全にデジタルの。頼めばどんなことでもやってくれるってことか。頼むって考えが間違ってる。入れないってどういうことだ。毎週通ってやってんだぞ。 VIP 医療に入る権限がございません。いや、あるね。いいえ、ございません。なんなら支配人を呼びましょうか。俺はあんたと話してるんだ。この俺が誰か分かってんのか。問題でもマヌケが俺を通してくれねえんだよ。
どうやらお客様の VIP メンバーシップは失効しているようです。なんだと？お客様、騒ぎは困ります。外までお連れいたしましょうか。ろくな客がいねえな。まったくだ。上に戻るのか？ああ、小便をしてからな。そうか、もちろんだ。で、サイズは？サマーバイクなら、それならちょうどいい場所で。辛いことでも？人生単位。手っ取り早く済むといいが、洗脳されたセックスゾンビを一日に二人も相手しなきゃならんとはな。何か手違いがあったのかな。あれおかしいな。君の情報は来てない。本当に俺の指名で間違いない？リップカード。大丈夫だ、俺のデータは必要ない。客じゃないからな。あんたに話がある。ドールとしてじゃなく本人にな。トムだろ？ああ、エブリン・パーカーに会いたい。話がある。俺もだよ。何度か連絡してみたけど返事がない。ここにはいないってことか？事故があってね、大阪にあるクリニックに、いやオスロだったかな。とにかくフェイスプレートを交換しに行ったらしい。大阪とオスロはどっちなんだ？オスロだ。うん、間違いない。例の件か、客と揉めたってやつ。ブースで血痕が見つかった。ああ、でもそういうのは時々あることなんだよ。みんなそれでいいのか？新しいインプラントに療養休暇ももらえるし、ボーナスが出ることだってある。でも冷静に考えるとそんな遠くへ行くのは妙だな。町を離れると本人から聞いたのか？いや、仕事に来ないし連絡もつかないからウッドマンに聞いたんだ。そしたら町を出たって。ウッドマンはどこにいる？事務所にいるんじゃないかな。でもお客は立ち入り禁止だよ。ウッドマンってのは？ミスター・フォレストのことさ。みんなウッドマンって呼んでるけど、なぜかは知らない。呼び方はどうでもいい。何者なんだ？俺たちの世話係だ。新人を見つけたり、トラブルに対処したり。分かった。まったく、そのウッドマンとやらが答えを持っているといいがな。たらい回しにしやがって。使えねえドールどもが。まずは脳みそをアップグレードすりゃいいんだ。
そうか、もちろん。で、サイズは？ねえ、そのバイクだな。それならちょうどいい場所が。新しいハードを手に入れた。バイクだよ、チャリじゃねえ。オートバイの方。だよ。ハンドバッグを置いてってる。他のを持ってっただけじゃないか。だが私物が全部入ってる。急いで出てったんだ。そうか、もちろんだ。で？サイズは？ねえ、そのバイクならある。それならちょうどいい場所が。お客さん、ここは立ち入り禁止だ。悪いが扉を閉めて出てってくれるか。見ての通り、俺は忙しいんだ。エブリン・パーカーって女を探してる。ここにそんな名前のやつはいない。前はいただろう。何があった？身受けしてくれる相手でも見つけたんだろう。それがドール全員の夢だ。それより2番ブースのロキシーはどうだ？おすすめだぞ。エブリンと同じ形のケツをしてる。あとはコードチップに任せときゃ違いはねえ。ウッドマンって呼ばれてるんだろ。つまりウドの大木程度の脳みそしかないってことか。あんたどうも状況をよく分かってないのか。何の状況だ？ここに出入りする野郎どもにいちいち構ってるほど暇じゃないんだよ。話は終わりだ。あんたが客をどんな風に扱ってるかボスたちに伝えとく。何がおかしい？そもそも俺のボスが誰なのか知らないだろ。知っ
てりゃボスたちなんて言い方はしない。なんなら今すぐお前を舞子のとこへ突き出してやってもいいな。お前のホラ話を聞かされた彼女がどんな顔をするか見てみたい。俺と同様舞子も嘘つきのクズは大嫌いだが笑いのネタにはなりそうだ。俺ならここは金の線で攻める。こいつを見てみろよ、典型的な盗っ人の顔だ。あんた店の金をくすねてるだろう。これまでにいくら盗んだんだ。はあ、一体何の話だ。あんたがクラウドの口座から毎週エディを抜き取ってるって話だ。するはずないだろう。俺はそんなバカじゃない。あんたのおつむはどうでもいい。クローズの幹部がこれを知ったらどう思うだろうな。何も思いやしない。鼻からデタラメだからな。俺はドールの世話係だ。クラウドの口座なんて知るかよ、小賢しいクソ野郎が。とんだ名探偵だな。話すのにも飽きてきたな。なあ教えてくれ、女は他にいくらでもいるのになんであいつのことを嗅ぎ回る。特別いい女でもないだろう。色気があるってのは認める。だが雰囲気美人って程度だ。実際そこらの商売女と変わらない。そしてそこらの商売女と似たような結末を迎えた。次はお前だ。調べるくらいしかできることはないだろう。やってみろ。やってみよう。元気だよ。新しいハードを手に入れた。バイクだよ、チャリじゃねえ。お客さん、ここは立ち入り禁止だ。悪いが扉を閉めて出てってくれるか。見ての通り俺は忙しいんだ。エブリン・パーカーって女を探してる。ここにそんな名前のやつはいない。前はいただろう。何があった。身受けしてくれる相手でも見つけたんだろう。それがドール全員の夢だ。それより2番ブースのロキシーはどうだ。おすすめだぞ。エブリンと同じ形のケツをしてる。あとはコードチップに任せときゃ違いはねえ。ゲームに付き合ってる暇はない。
エブリンの居場所を教えろ。ここがどういう店か分かってるのか。下探しを頼むんなら警察にでも行きな。どうせ 1,2 回遊んだドールにマジになって駆け落ちでもしに来たんだろ。だったら受付に行けよ。運命の人バージョン 2.0 が一瞬で見つかるぜ。エブリンの居場所を聞くまでは出ていかない。そうか、ならいつまでもそこに突っ立ってるんだな。だが口は閉じてろ。こっちは忙しいんだ。何が起きたのか隠してるだろう。周りには彼女がオスロに行ったと話してる。そもそもオスロがどこにあるか知ってるのか。なあ教えてくれ。女は他にいくらでもいるのに、なんであいつのことを嗅ぎ回る。特別いい女でもないだろう。色気があるってのは認める。だが雰囲気美人って程度だ。実際そこらの商売女と変わらない。そしてそこらの商売女と似たような結末を迎えた。次はお前だ。元気だよ。新しいハードを手に入れた。バイクだよ、チャリじゃねえ、オートバイだ。お客さん、ここは立ち入り禁止だ。悪いが扉を閉めて出てってくれるか。見ての通り、俺は忙しいんだ。エブリン・パーカーって女を探してる。ここにそんな名前のやつはいない。前はいただろう。何があった。身受けしてくれる相手でも見つけたんだろう。それがドール全員の夢だ。それより2番ブースのロキシーはどうだ。おすすめだぞ。エブリンと同じ形のケツをしてる。あとはコードチップに任せときゃ違いはねえ。ウッドマンって呼ばれてるんだろう。つまりウドの大木程度の脳みそしかないってことか。あんたどうも状況をよく分かってないよ。何の状況だ。ここに出入りする野郎どもにいちいち構ってるほど暇じゃないんだよ。そうか、もちろん。ドールが行方不明で客は散々な目に遭い、管理者は座って指をくわえてるだけ。 100% 安全を謳ってる場所にしてはひどいありさまだ。何が言いたいんだ。明日のスクリームシートの一面が目に浮かぶ。必要な証拠も手に入ってるしな。待て、大事にする必要はないだろう。自分の首を絞めるだけだぞ。分かった分かった、話をすりゃいいんだろう。で、パーカーを探してるって。ここにはいないぞ。それはもう知ってる。今どこにいるか聞いてるんだ。ここのことは知った気になってるようだが、お前は何も分かってない。ドールは善意で客に快楽や満足を与えてるわけじゃない。あいつらは労働者なんだよ。利益を生むのが仕事だ。エブリンはもう稼げないってことか。かわいそうだが、そういうことだな。彼女が客にしたことを見た。興奮状態にでもなってたのか。サブネットの外から回路を焼かれたんだ。誰がどうやってやったのかは知らねえが、かなりのやり手さ。チップはお釈迦。それでも直そうとしたんだぜ。だがどうにもならなかった。今回のような事故はよくあるのか。この世に壊れないものなんてあるか。ないだろう。行動チップは人間を中から真っ二つに分けるんだ。それで気がおかしくなっちまうやつもいる。使えなくなったとしても
代わりのドールはいくらでもいるがな。回りくどい言い方だな。エブリンに何があった？処分しろと上から指示があった。殺したのか？いや、見てくれるってリパード君を見つけてやったんだ。何かを知ってるような口ぶりだったな。そうか。上の指示に逆らって彼女をリパード君のところへ。あんたにそんな度胸があるとはな。俺を何だと思ってるか知らねえが、処分はあくまで最後の手段だ。そいつに家族がいりゃ連絡もする。だが脳みそがショートしてサイバーサイコ寸前になった女のおむつを毎日替えてやりたい父親がいると思うか？いないだろうな。かといってそのまま道端に放り出しゃ店の評判に関わる。まあ、なんであれ銃弾を撃ち込まれるよりはマシだな。ドールもみんなそう言ってる。お前なかなか話がわかるな。ここで働いてみねえか？あんたがわざわざ金を出してお払い箱のエブリンを助けるわけがない。勘がいいな。金を払ったのはリパーの方だ。壊れたドールにか？世の中にはいろんな趣味のやつがいるんだよ。ここで働いてりゃ嫌ってほどわかる。フィンガーズは特に際物だがな。フェチに取り憑かれたド変態さ。エブリンにもそそる何かがあったんだろう。そのリパーの名前と住所を教えろ。フルネームまでは知らねえな。ふざけるなよ。本当だ。フィンガーズと呼ばれてる。ジグジグストリートの寂れた通りにクリニックがある。エブリンと会いたいならそこに行け。じゃあな、もう二度とここには来るなよ。それと帰りはエレベーターを使え。さっさと出てってほしいからな。売春街のヤブ医者か。童貞の妄想みてえだな。最後に見たとき彼女はどんな状態だった？帰れと言ってるのが聞こえなかったのか？そうか。しのごの言わずに消えろ。エブリンは今もフィンガーズのところに。俺が奴の秘書に見えるか？
ご来店ありがとうございました。またいつでもクラウドへお越しください。